にちは、日向洋一です。それではまた、経営者のための離婚の危機脱出100の知恵からお話をしていきたいと思います。今回は、21番目、お金と力を持っている経営者の周りは浮気の誘惑だらけということでお話をしていきたいと思います。会社を経営していると、例えば、会社員、従業員がいる場合は部下であるとか取引先であるとか、女性と出会う、機会というのが多いわけですね。で、私がカウンセリングしてきた経営者の方々はやっぱり奥さんとの関係がうまくいっていないので、他の女性との関係を持つようになるわけですね。で、経営者の方々は、皆さんお金をたくさん持ってますし、自由っていうかね、力も、権力というか力もあるので、非常に魅力的に見えるわけですよね。いろんな女性にとって何て言うんでしょうね、玉残しっていう言い方は非常に古い言い方だと思うんですけど、何て言うんでしょう、独身の女性から見ても非常に魅力的に、映るということで、とても誘惑が多い環境の中におられるわけですね。で、奥さんとの関係が悪くなると、だんだん、自分の必要を満たされないので、自分は他の女性から満たしてもらう権利があるっていうか、そういうふうにだんだん感じてくるわけですね。ですので、経営者の方は、そういう意味で浮気の誘惑っていうのが非常に多いわけですね。例えば服とかもね、いい服着てますし、見た目にも分かるわけですよね、お金持ちだっていうことが。で、そういう時にやっぱり近づいてくれる女性っていうのがたくさんいますので、気をつけないといけないわけですね。で、本来夫として、妻からもらうべき自信とか、安心感っていうのを他のところに求めやすいというか、他のところから手に入りやすいわけですね。で、どうせ妻にわからないということで、そういう女性と付き合うというか、浮気をするということも、十分あり得るわけです。で、私がカウンセリングしてきた方々の中にはそういう方もたくさんおられました。で、そういう、なんて言うんでしょうね、他の、項目でも話すことになると思うんですが、奥さん以外との女性の関係ってどんな関係でも本当に破壊的に働くので、もう全て切らないといけないんですね。だから自分自身は非常にそういう誘惑されやすい状況にあるんだということで、ガードをしっかりしないといけないんですね。魅力的な男性というのはいつも他の女性というか、相手のいない女性にとっては、ターゲットになりやすいので、特に、最近は別に奥さんがいてもいいわっていう人もたくさんいますので、それをね、非常に気をつける必要があるかなと思うんですね。ですので、お金と力を持っている経営者っていうのは、非常に誘惑、浮気の誘惑に遭いやすい環境にいるということを、覚えておいていただきたいと思います。そして奥さんとの関係を良くしたければ、絶対にそういうものから守らない、自分自身を守らなければいけないんだということを覚えておいていただきたいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。